はい、トムです。今日はマリー・アントワネットについてお話しするよ。マリー・アントワネットってね、まあいろんなイメージがあるんだけども、マリー・アントワネットってね、四角いハンカチを考案したのはマリー・アントワネットなんだよ。そしてね、お風呂に入る習慣を作ったのもマリー・アントワネットなんだよ。そしてね、盛り紙を始めたのもマリー・アントワネットなんだよ。もっと言っちゃおうか。そうね、ドアを通れないほどのドレスを作ったのも、作った人は違うけど、そのドレスを作らせて流行らせたのもマリー・アントワネットなんだよ。もっと言っちゃおうか。白い髪を演出するために髪の毛に小麦粉をかけて白い髪を作ったのもマリー・アントワネットでした。そんな感じでした。